各融合反応、各融合反応、核融合は、ノー、とは、軽い各種同士が融合してより重い各種になる、核反応を言う。単に核融合と呼ばれるもしくは記述されることも多い。各分裂反応と同じく古くから研究され、理論も発見されているものであるが、物理的に困難な課題が多いために、 人工的に核融合を連鎖的に発生させることには成功していない。フィクションとして様々な場面で用いられる。1920年代及び30年代に、ジョン・コック・クロフトに代表される粒子加速器の研究に従事していた物理学者たちは、陽子、水素原子核や他の軽い核に高いエネルギー、数、ケブを与え入射粒子とて加速し、 標的となっている軽い核に当てると、核の電気的反発力や核力によって、入射粒子は破壊を伴いながら、標的と融合し大きなエネルギーが解放されること、すなわち核融合反応を発見していた。この大きなエネルギーは、アインシュタインによって主張された、関係式 E イコール MC を満たす形で、融合した核の質量の一部がエネルギーに変換されているため発生する。 しかしながら、加速器による核融合反応では、少数の核融合物を作るために、大量のエネルギーが使用されなくてはならず、もし実用に供するような連続的な核融合反応を起こすのであれば、摂取数億度もの高温が必要となることから、以後に発見された核分裂反応ほどには当初は着目されなかった。蒸気の摂取数億度の高温を用いる。 核融合は特に熱核反応と呼ばれるが、熱核反応の燃料としては、原子核の家電が小さく原子核同士が、接近しやすい軽い核種で、反応自体早いといった理由から、見栄水素や二重水素といった水素の重い同位体が、理想的と言われる。融合の種類によっては融合の結果放出される、エネルギー量が多いことから、水素爆弾などの大量破壊兵器に用いられる。 また平和利用目的として各融合炉によるエネルギー利用も研究されている。各分裂反応に比べて反応を起こすために必要な温度、圧力が高いため技術的な条件が高く、現在のところ水素爆弾は各分裂反応を利用して起爆する必要があり、各融合炉は高温高圧によって発生する反応プラズマを封じ込めるための技術開発が 困難を極めている。各融合反応の中で最も反応させやすいのが二重水素、デューテニウム、D と見え水素、トリジウム、T を用いた反応である。これは過去には水素爆弾、きれいな水爆に利用されている。この反応によって放出されるエネルギーは同じ質量のウランによる各分裂反応のおよそ4.5倍、石油を燃やして得られる。 エネルギーの8000万倍に達する。核融合炉で使用される核融合反応として、最も早く実用化が見込まれている。構成などの生み出す様々なエネルギーも、基本的には核融合によるものである。収縮しつつある原子性の中心温度が約250万 K を超えると、初めて核融合が起こる。最初に起こるのは、比較的起こりやすい。 二つの重水素が反応する重水素核融合。工学では DD 反応と呼ぶ子も多いである。重水素核融合を起こした天体を褐色矮星と呼ぶ。中心の温度が約1、0000K 00 00を超えると、ちなみに太陽の中心は1、500万 K 以下に伸べるような水素核融合を起こし、恒星と呼ばれる。次の、軽水素、陽光。 p 同士が直接反応する水素核融合を陽子、陽子連鎖反応、p、p チェーンなどと呼ぶ。一般に核融合といえば、この反応を指すことが多く、太陽で主に起こっている核融合反応である。普通、4つの水素原子から1つのヘリウム4が生成されると説明されるが、一度の反応でヘリウムができるわけではなく何段階かの反応を減る。 次の、炭素、窒素、酸素を触媒とした、水素核融合を、クのサイクルと呼ぶ。星の中心温度が、約に、00000K を超えると、P、P チェーンより、クのサイクルの方が優勢になり、その化学反応が活発になる。K の温度が高いと、フォーミュラ2の順に反応経路が変化し、反応速度が早まるが、基本的には、 炭素一つと陽子四つが炭素一つと α 粒子になる反応である。また B 及び C では N や O がそれぞれ β 崩壊、γ 崩壊する前に次の段階へと進む。構成の中心核に十分な量のヘリウムが蓄積された場合に起こる反応がヘリウム燃焼である。水素原子核の核融合の後に残ったヘリウムは構成の中心に沈殿し、 重力により収縮して中心核の温度が上がる。約1億系程度になると3つのヘリウム原子核がトリプルアルファ反応を起こし炭素が生成され始める。ヘリウム中心核からの熱により核の周辺部では水素の核融合が継続する。中心温度が15億系を超えると炭素も核融合を始める炭素燃焼過程。 さらに構成が十分な質量を持っていれば、ネオン燃焼過程、酸素燃焼過程、ケイ素燃焼過程を経て安定した、鉄五十六、最も安な各種は、ニッケル六十二、詳細は、鉄三章が作られ、中心での核融合反応は終了する。星は、内側から、鉄の核、ケイ素の玉柄、酸素の玉柄、ネオンの玉柄、炭素の玉柄、ヘリウムの玉柄、 水素の災害層からなる、いわゆる玉ねぎ状の構造へと形成され、中心以外の各層で核融合が進行する。中心温度が100億系を超えると、国体放射の光子のエネルギーが各種の結合エネルギーと同程度になるため、鉄の光分解が起こる。この吸熱反応により、中心の温度が下がり、それにより圧力も下がる。圧力が下がると、 星は収縮するが、収縮により、温度が上がって光分解が進む。繰り返される、この過程により恒星は重力崩壊する。中心部に物質が落下し、原子核に電子が取り込まれて陽子がニュートリノを放出して中性子ができる。中心に中性子の塊ができ、自身の宿体圧で支えられるようになると、 外装から落下してきた物体は中性子の塊の表面で跳ね返され、超新星爆発を起こす。最近の研究によると鉄より重い元素の約半数は超新星爆発の時の核融合で作られ、残り半数は S 過程で作られる。なお、この時に残った中性子の塊は中性子星となる。もし中性子の塊が 自身の宿体圧で支えられない状況になると、ブラックホールになる。超新星爆発で中性死亡死が残らない場合の状態を探る研究も行われている。5おさむき